三好政権は天文18年から永六11年まで存在した戦国時代の日本の武家政権である。同時代における他の戦国大名の地方政権とは大きく異なる中央政権であったと言われる。そのため小田政権に先立つ統一政権の先駆的な存在であると評価されることもある。三好長慶像三好氏は 品の守護である小笠原氏の流れを組む一族で、阿波三好軍を本拠とし、阿波守護で、細川氏分家の阿波細川家に代々使え、四国税を率いて官僚細川高国を破り、細川政権を支えたが、天文元年、三好氏の当主、三好元長は、同族の三好正長の残言により、主君の細川春元に中殺された。三好宗家は、 元長の着難である三好長慶が継ぐことは許されたが、長慶は十歳という幼少のためか、三好氏は一時的に交代した。室町幕府十一代将軍、足利義済の末裔である、足利義綱も、強力、天文の乱の混乱に乗じた、春元らにより、阿波に移され、足利義春と和睦した春元が政権を握り、春元の側近として正永、正長が、 木沢長政らが台頭した。しかし長慶は後に、これまでの本拠地であった阿波国を弟たちに任せて、三好宗家の本拠地を、摂津国小清水城に移す決断をする。長慶は、春元の家臣として、木沢長政の討伐をはじめ、細川高国の後を継いだ、細川氏綱や湯座長京らとのシャ寺の戦いで、多くの武功を発揮し、 摂津守護代として春元敗下の最有力重心にまで成長した。そして天文十七年に長径は湯座長京と和睦してその娘を正室に迎え、同時に細川氏綱と和睦し、主君でありやだでもある春元に反旗を翻した。天文十八年、江口の戦いにおいて春元正長と戦い、長径は勝利した。正長は戦死し、 春本と彼に擁立されていた十二代将軍、足利義晴十三代将軍、足利義輝は、大海に逃亡した。長慶は、細川氏綱と共に上落して、慶の支配権を握った。しかし氏綱は、長慶の区靴でしかなく、細川正元以来の細川政権は、実質的に崩壊し、三好政権が成立した。ただし、 三好政権を支える三好氏の悲観と考えられていた人物の何人かは、実は宇治つから長兄につけられたよりきであったことが判明するなど、この段階では綱、宇治つ長兄の共同統治が実態であったとする見方もある。上落後の長兄は、復帰を狙う春元、吉テルとの交戦を続けたが、天文21年に吉テルと和睦して、京都に迎え、同時に、 細川氏の家督を春元から宇治綱に告げ替え、宇治綱を官僚に据えた。天文22年には、細川政権がたびたび政務の拠点としていた芥川、山城城主、芥川孫十郎が長兄に反抗をしたのを機に、芥川氏を打って、芥川山城を奪うと、本拠地を芥川山城に移転して、細川政権の継承者であることを内外に示した。 将軍と官僚である、この二人は、長兄の区靴であり、ここに、室町幕府の権力者を要した三好政権が、実質的に機能することとなった。しかし、幕府最高を目指す吉輝を呼び、春元との対立はその後も続き、吉輝を大海に追放しては、連れ戻すという事態が、相次ぎ、その間、長兄は何回か、暗殺未遂事件に遭遇している。 最終的に、吉輝と和睦したのは、永六元年、北白川の戦いの後に、六角吉方の仲介を受けてのことである。永六四年に春元との和睦も、成立、十三年にわたる対立に終止符を打った。また、細川氏綱についても、長兄が氏綱を擁立する前から氏綱を、支持してきた、丹波守五代の内藤国貞が依然として支持者として、 控えており、その存在は決して軽視できるものではなかった。宇治綱と長慶の立場が逆転をするのは、長慶が幕府の極州に加えられ、また内藤国定が晴れ元方に打たれた天文23年以降と見られている。ただし、宇じ綱及びその家臣はその後も三好政権に協力しながらも一定の勢力を維持し続けており、宇治綱は、 吉輝や春本に対抗するために、実質的な権力を長兄に委ねて、権力の一本化を図る代わりに慶長や当主、摂津守護としての立場を保ったと捉えて、長兄や三好政権にとって宇治つは単なる区別ではなく、積極的な協力者であったとして、再評価する、馬部隆弘の見方もある。幕府と和解した、永禄元年以降、三好政権は、 最盛期に突入するという見方がある。だが、今谷明は、吉輝と和解して、以降の三好政権は、将軍を復権させ、政権の主導権を彼に譲渡する形となり、弱体化したと評する。今谷は、河内、大和の支配権を手に入れたが、二カ国の両国入手程度で、穴埋めできるようなものではないをうった、長は独裁者から、 敗イの地位に転落したと評している。一方で、天野忠タは、この和睦を、三好政権の敗北と見ますかどうかは、慎重な検討を要すると今谷のような見解に、反論をしている。長慶は、将軍と戦いながら外政も行い、半島、畿内、四国に拡大し、永六年間までには、山城、丹波、摂津、張馬、淡路、阿波、佐き、 いよ、泉、河内、山と、若狭、丹後の一部など13カ国以上に及ぶ大量国を形成している。当時、今川氏は3カ国、甲武田氏は2カ国、秋毛利氏は4カ国、出雲天子氏は6カ国であったから、長兄の勢力は諸国でも抜きんでたものであった。三好氏代々の墓、かつ水城内に立つ三好政権は、機内。 四国東方、淡路に勢力を展開し、安定した秩序を維持していた。長慶の嫡男、三好義雄は、永六二年に、足利義輝から返記を与えられて、議長と名乗り、翌三年一月には、三好市歴代の関東であった、筑前神に任ぜられた。この直後の三月には長慶は居城を、川地国井森山城に移すが、これは、三好市の家徳を呼び、 本拠地である、芥川山次郎を吉岡に譲る目的もあったと見られ、三好政権は、新たな段階に入るものと思われた。ところが、主要な構成者たちの死去が重なり、その基盤が揺らいでゆく。a 六四年には、長慶の末帝で、佐抜州を引き、奇獣賀と呼ばれた三好軍の将、東郷一存が病死した。a 六五年三月にも阿波州を引きいていた。 長兄の長男と、三好実久が、畠山高生との戦いで戦死する。A66 年8月には、長兄の嫡男、三好義岡が死去するなど、有力な一族の相次ぐ死去という事態が続いた。特に義岡の死去で、三好氏は代理の後継ぎを据えることが要求された。結果、長兄の老いの中から、一存の子で、 母親が宮条家と高い身分の統合茂ありを後継者とすることに決定した。潜在的な敵対関係にあった足利将軍家は代々この家と遠赤関係にあり、そのこの家と拡築する宮条家の血を引く義継を後継者へ据えることで足利将軍家へ対抗しようとしたと考えられる。この変則的な家督継承には少なからぬ混乱があったようだ。 A67 年5月、長慶は、時定、あたけ冬安氏を中殺する。松永久秀の残祖と、俗王人皇旗、三好別記などの後世の軍記物などでは言われているが、天野忠之などが、義継が、四次として安定した、万弱な三好家を継承するために、抵抗勢力の旗頭になり得ると判断した冬、安氏を、 たとえ無実でも粛清しなければならなかったのではないかと指摘している他に長江正一も久秀の残祖であったとすればそれを長兄が見抜けなかったことは三好家の悲劇だが長兄としては若年の義継の地盤の盤弱化のために冬安氏を殺す必要があったのだろうと指摘している冬公粛清について一時資料などから久秀の関与は否定されている 後に冬安氏は無実であったと分かり、もともと病を患っていた長兄は、自らも7月に死去してしまった。三好義継像、長兄の死後、三好氏の家督は義継が継いだ。しかし義継は、若年のため、三好政権は、義継の後見人である、三好長一、三好正康、岩成智道ら三好三次院衆、阿波三好家を支える篠原長房。 三好安奈が、山との松永久秀、丹波の松永長頼による連立政権が樹立されたのである。一方、長兄の苦物だったが、各大名との停戦協定などの仲介で力を秘め、将軍神聖を掲げ君臨していた第十三代将軍、足利義輝は、長兄の死を後期と見て、かねてから、親密な関係にあった、上杉謙信、武田信玄、 朝倉義景など諸大名に上洛を呼びかけ、幕府再建を目指して、積極的な活動を行うようになった。このような吉輝の行動に、危機感を持った三好三人修らは、A68 年5月19日にクーデターを起こして、吉輝を彼の居城であり、室町幕府の中心拠点だった二条御所で暗殺した。しかし、連立政権内において、 松永氏の勢力を危険視した三人衆は、英六の変から7ヶ月ほど経った英六8年12月、かつて久秀に筒井城を奪われて放浪していた筒井純慶ら大和の国人衆らと手を結んで、大和に侵攻し、久秀を討とうとした。これにより、三人衆と久秀の対立が鮮明化する。また、丹波の大名となっていた、久秀の弟長頼りが、 小ぎのなおまさに打ち取られた。一方、義輝には弟、各家がおり、義輝の急進に擁立され、英六九年二月に原属し、足利義明と名乗り、同年四月二十一日には、1五位した、左馬庭党に、ジョイ、任官した。これに対し三人衆は、かつての境久房であった阿波久望、足利義綱の子である、足利義秀を十四代将軍候補として、 擁立した。吉秀は、永六十年一月十五位した、左馬頭に除任された。三人衆は、久秀との戦いにおいて、吉継を要し、永六九年九月には、阿波、佐抜の軍勢を率いた、十九の子、三吉長春、十九の重臣、篠原長房、三吉安長、阿波細川家の細川正幸、将軍候補方、足利義秀も合流し、 圧倒的に優勢であった。しかし、A60 年4月に、当主の吉継が突如出本、久秀に保護を求めた。これにより、久秀方は息を吹き返したが、やはり依然として劣勢であった。三人州方の下原長房は、松永方の摂津小清水城を奪い、ここを拠点として山と他各地に転戦した。この時期の長房について、フロイス日本史に、 この頃、彼ら以上に勢力を有し、彼らを管轄せんばかりであったのは、篠原殿で、彼は、阿波国において絶対的失勢であったと記されている。三好政権内部で内紛が続いている中、永禄の変で、細川藤高、一式藤ながら爆心の援助を受けて逃亡していた、足利義明は、終わり。 美濃を漁して、勢いに乗る織田信長の援助を受け、A61 年9月7日に、岐阜城を出発し、上落戦を開始した。内紛に明け暮れている、三好政権は、信長の信仰を食い止めるため、官僚職を与えることで、六角義方を味方につけて防衛しようとしたが、義方は、信長の信仰を受けて、あえなく敗れ、9月12日に、 本拠地の観音事情が陥落。9月25日に、小田軍が、大津まで進軍すると、三好義継と、松永久秀は、足利義明に降り、強撃を受ける形となった、篠原長房と三人衆の軍は、崩壊。9月29日に、山城昌龍事情に退却した、岩成智道が、降伏。9月30日に、摂津芥川山城に退却した。 細川明元、三好長一が死老、放棄。10月2日には、篠原長房も、小清水城を放棄し、阿波国へ落ち延びた。10月20日に、足利義秀が、阿波国で病死。去る10月18日、吉明が15代将軍に、就任し、三好政権は崩壊した。三好政権は、室町幕府の旧体制をそのまま受け継いだ、武家政権だった。 将軍を区別として、万所執事の伊勢定高と協力して、幕政を牛耳り、幕府の養殖を名誉職として、全国の有力諸大名に与えることで諸大名を懐柔するなど、幕府機能を最大限に利用している点がそれを物語っている。そのため、三好政権は内部構造が非常に脆弱で、その政権は、長兄個人の才能と実定の三好実給。 あたけふゆ、やすし、とうごういちぞんらと着難のみよしよしおきという、限られた人物の存在によって成立しているに、すぎなかった。ただし、こうした見方は、一致を見ているものではなく、みよし政権は、旧来の政治構造を取り込みつつも、将軍、官僚といった、上位権力の意志とは、全く無関係に行動し、黒人層の支持を得ることで、上位権力やその権威、 枠組みを相対化することで成立した政権であり、細川政権との明らかな政治的断絶が存在するとの指摘もある。小田政権が足利義明の追放後に三好政権に習った統治方法を採用したように、三好政権は統一政権に先駆する存在であるとも言える。ただし、三好政権自体も、 上位から完全に自立した存在とは言えず、足利義輝もまた半ば合意に、三好長慶府市や松永久秀に栄転を授け、彼らを室町幕府の儀礼秩序に取り込むことで彼らは儀式などを名目として幕府への出資を余儀なくされ、永六年間には足利将軍による三好政権の統制にある程度までは成功している。ただし、同時に、それが、 長慶府市の死後に、三好氏の警戒感を強めて、永六の変の一員になったのではないか、とする指摘もある。経済力では、堺を支配下に置くなどして、他の諸大名を凌駕するほどのものだったが、その両国支配は複雑で、旧細川両国地域でも、芥川山城などを根拠に、長慶の直轄支配が進められた摂津、山城及び堺。 実球に統治を任せた三好氏本来の拠点である、阿波、冬、安市、一存を養子に送り込んで支配した阿波味、さ三好政権成立の過程で、三好氏の軍事力に従ってその立場を安堵された、元守護大を国主とする体裁を取った丹波、泉では統治の形態が異なり、 英六元年頃から始まった旧細川両国以外への進出の過程でも重心の松永氏を国主に送り込んだ大和に代表されるように均一な市場体制の編成など確立化された統治が採用されることらなかった。三好政権は朝廷との関係も他の大名に比べると極めて特殊であった。長慶の関東は筑前神修理大部でこれは 関東としては、平凡なものである。また、長岡ゲトラが上落して、臨時を得ようと工作した際に、それを妨害した形跡が見られない一方で、代理の集蓄や各種儀礼において、費用を工面して献金するといったこともしていない。今谷明は、こうした姿勢は、長径の天皇への無関心さを彷彿とさせるが、実は、 三好政権の置かれた立場の非常に特殊なことを表す少佐と指摘している。山城をはじめとする機内では、金利、区下が把握する荘園が多い。そうした地域での年貢、軍役の徴収、検知は困難を極める。一方で、こうした勢力に遠慮しすぎれば、両国経営に支障をきたしてしまう。今たには、長慶は、阿波 さぬき、あわといった旧来の両国と、堺を本拠地として抑え、それ以外の所領については、緩やかな支配で望まざるを得なかったと指摘している。また今たには、長兄は、三好家の家臣団が、公家の荘園を勝手に横領することがあっても、それを、ある程度は、黙狂していただろうとも指摘する。ありがとうございます。